大口町文化財収蔵庫大口町、歴史民族資料館は、愛知県庭郡大口町にある郷土資料館。大口町健康文化センター、微ほ笑ほみプラザ3階にある。1998年11月3日開館。近隣市町村からの来訪も少なくない。庭郡大口町は、歴史民族資料館の単独施設を建設する構想を立てた。 昭和50年代後半から民族資料などの収集を行い、暫定的に大口町福祉会館に所蔵していた。その後単独施設としての建設計画は中止され、収集した民族資料は中ブラリンの状態となっていた。1995年には健康をテーマとする施設の建設構想が浮上し、この施設の中に歴史民族資料館を入れる計画が持ち上がった。 1997年2月には準備施設として、大口町文化財収蔵庫が完成。1997年度と1998年度の2か年計画で、大口町健康文化センターの建設が行われ、1998年11月3日に、竣工式が行われた。大口町歴史民族資料館は、大口町健康文化センターの3階に入っている。 館長は大口町立図書館の館長を兼務している。常設体館展示室、企画展示室、事務室の3部屋からなり、事務室には高温高質を保つことができる特別収蔵庫が設置されている。約400平方メートルの常設体館展示室は体館ゾーンと歴史ゾーンに分け、古代から近代までの大口町の歴史を紹介している。室内には 昔の農家が再現されており、また実際に五条川で使用されていた川船も展示してある。約150平方メートルの企画展示室では、年3から4回の企画展示を行っており、1998年11月3日から12月20日には、開館記念特別展として、郷土ゆかりの武将堀尾と題して、堀尾義春や堀尾金助に焦点を当てた展示を、 行った。2005年11月から12月には、愛知県美術館の所蔵作品を館外で展示する、移動美術館、名画が街にやってきたを開催し、黒田清照の油彩画、花と猫、パブロ・ピカソの同伴画、男と犬、北川民継ぎの南国の花、岸田流星の、新、杉本健吉の、宇治川などが展示された。 2017年4月から5月には、5月人形や5月飾りの展示の一環で、鎧を着たりかぶとをかぶって写真を撮れるサービスを行った。所在地は、大口町で右一丁目47番地。大口町健康文化センターから見ると道路を挟んで、東側にある。1万点以上の資料を収蔵している。木造2階建て。建築面積は348.62。 平方メートル。延べ床面積は四百七十五点七六平方メートル。一階が三百二十八点七五平方メートル。二階が百四十七点零一平方メートル。屋根は和製意武士本瓦原吹きであり、外壁は白漆喰塗り壁であり、腰は縦はめ板張りである。蔵を二つつないだ外観であり、九百九十八年には、 愛知県森林協会、木の使い方コンテスト優秀賞を受賞した。ありがとうございます。